巨人は3日、若林学と外野手が大阪府内の病院で、自然気境と診断され、入院治療を受けていると発表した。7月21日には遺跡後初本塁打を放った若林。若林は全カードの阪神戦で1軍に帯同していたが、2日に出場選手登録を抹消されていた。退院後はジャイアンツ球場でリハビリを開始する予定だという。 自然気境とは肺から空気が漏れることで起こる病気。呼吸障害や胸部痛を伴うとされている。若林は今季途中に西部からトレードで移籍。7月12日の DNA 戦ではさよなら的時打を放つなど、27試合の出場で打率。214、1本塁打、7打点の成績をマークしている。